こんにちは。いやー、福岡に帰りました。みんなね、知らない人いるかもしれないけど、僕関東でこうやっていっぱい動画上げてたじゃないですか。僕福岡県民。実はね、ここが家みたいな。ようやく帰りました。そしてですね、今回の動画なんですけど、なんと皆さんにですね、お見せしたいものがあるんですよね。それが何かっていうと、これ完全パクリなんだけど。これは何ですか？ YouTube から送られてきた黒色の箱が届いたんで、こちらを開封レビューしたいと思います。え、これなんだこれ、お、なんだこれ。よくわからないものが来ましたね。さあ、一体何なんでしょうか。見てみましょう。よいしょー。ということでですね、足が。YouTube さんから届いたこの箱をですね、開封してみたいと思います。開けていく。お、何ですかこれは。ルビちゃん、これ何かな、何かな、わからないね。ということでね、開けましょう。お、なんだこれは。チャンネル登録者10万人。うわー、そうなんです。私猫数、皆様のおかげで10万人達成しました。いやー、みんな本当にありがとう、ありがとう、みんな。あ、俺部屋で一人だったみたいな。この進歩を距離で表しましょう。チャンネル登録者1人につき1光年の距離を進むとして、銀河系から端から端まで移動したことになります。すげえ、俺日本一周どころか銀河系一周してました。日本いろいろね、ツーリングいっぱい行ったんだけどね、あ、それ以上でした。さらなる活躍を心待ちにすると思い、引き続き活動をサポートしてまいります。ありがとうございます。嬉しい。ということでですね、届いたのがこいつですね。こちら、銀の盾だ。すげえ、本物だ。もう僕ね、これが欲しくてね、もう YouTube やってたんですよね。見てください。新しい元号は銀の盾です。新しい元号は銀の盾です。いや、すげえ、思ったより軽いんですね。まあ僕のチタンチャンバーの方が軽いんですけどね。ほんとこれ、かっこいいですね。これもね、皆様のおかげでいただけたので、本当にありがとうございます。みんな嬉しいぞ。これはね、どこかに飾りましょう。いや、思えばですね、猫数元ブログ始めたきっかけが、最初ね、この GoPro Hero 5。まあこれは9なんだけど。このヒーロー5をね、買って、友達にね、俺、福岡県から宮城まで NSR で行ったんよ。っていう自慢をしたらね、ああ、そう、みたいな。あれ？信じてない？って思って、じゃあ GoPro 買って、ここにつけてさ、ここにつけて、これでさ、宮城まで行く様子を友達に見せれれば、信じてもらえるかなーと思って買ったんですよね。でもこれ、GoPro Hero 5、バッテリーの持ちが悪すぎ。これ宮城まで無理じゃんみたいな。どうしようかなって、せっかく GoPro 買ったのにもったいないなと思って。でもそんな時ね、なんかモーターサイクルビデオログっていうのがね、流行ってたじゃないですか。これだ。これ俺もやろうみたいな感じで始めました。さらね、あの、もう順番に。ありがとうございます、嬉しいね。いえいえいえ、あ、いや本当に嬉しいです。皆さん本当にありがとうございます。そして猫数の新グッズができました。イエーイ、10万人達成記録ということで、新しいグッズを作成しました。それがこれ、まずはこちら。うわー、かっこいいですね。めっちゃかっこよくないですか。そして珍しくこういったステッカーも作りましたよ。うわー、かわいいですね。こちらと、こちら、こちら NSR のロゴ風ステッカーですね。これもめちゃくちゃかっこいいですね。猫カスって書いてますよ。そしてね、3匹のニャンちゃんたち。あらー、ブラックとルビーレッドと、そしてブルー。かわいいですね。こちらのグッズを新発売したいと思います。9月中旬ぐらいに販売したいと思うんですけど、その時に10万人達成記念ということで、僕今までグッズ販売してきてたんですけど、この新しいグッズと、前のステッカーのプレゼント企画をやりたいと思います。やったー！
みんなももらえるぜ。応募方法はね、ステッカー販売するときにまた生放送だったりとかいろいろやるんですけど、その時にね、一個ツイートでもしようかな。これのツイート欄にリプライをください。リプライくれた方から先着じゃない抽選で何名しようかな。まあ10名 ?10 万人だから10名まあちょっとそこはまた考えながらやりたいと思います。よかったらね、意見をねコメント欄にください。10名じゃ少ねえよって場合はすいません、意見くださいということで、今回ね私この銀の盾を手に入れたっていう報告動画でしたあとね、ステッカーもいっぱい作ったんで、買ってください買ってねあ、ほら、うわ、かっけー本当に嬉しいぞ。今回の動画はちょっと短いですが以上にしたいと思います。この銀の盾をね、皆さんに見せたかったの。とりあえずね、もうみんなに見せたかっただけだから